こんにちは、黒橋静子です。今日はおひな祭りも近いことだしっていうことで、久しぶりにまた絹を出して何かしようかなっていう。飾るおひな様は、私の娘のはアメリカに行った時にご近所さんが欲しいって言ってくれたので、7段飾りは置いていきましたし、あとはもうちっちゃな一等彫りのおひな様をちょんと置くだけですけど、何しろ私の作品には出てこない、こういう艶やかな子供の四つ身なんかをほどいたもの、キレがいい。何かしら一応娘一人いましたので、彼女が大人になってからの方がこういうものに、そそられるっていうか、手元ではんなりしたキレを触ったりしている回数は多くなったような気がします。私の作品には出てこないんですけども、まあ、お手玉を作ってみたりっていうことは、今までいろいろチャリティーをするときってみんなに話をしてみんなで作ると一気に集まりますので、作品展では随分たくさんお手玉を皆さんに寄付の対象品としての作品として作りました。久しぶりにまたお手玉を作ってみましょうと思いました。布はいろいろ皆さん作ってらしてご存知だと思いますけども、四角の一つの型紙だけでできます。それで1対2の長さ、これは 4.5 とこちらが9センチ、立ち切りで 4.5 と9にしましたけども、これだとちょっと小ぶりな、ちょうどいい塩梅の小さな子供にも渡せます。あんまりちっちゃいとおしゃぶりだけで終わっちゃいますので、明るい色、暗い色と取るか、系統立てるか、反対色かっていうことで、明度は同じぐらいなんだけど色相が全然違うっていう、反対になってるっていうのも目立って、これをこう遊んだ時にいろんな色がくるくるして可愛いもんです。それが同じぐらいの色がつながらないように、はっきりするといった方が小刻みに色が動いて使った時に、可愛らしいと思います。これを縫うのは2枚をこうして短い方と長い方の、だから必ず真ん中に線を引いて、はっきりした方を1枚どちらかに線を引いて置いておくと、便利ですね。でこう合わせといて縫っていきます。縫ったら、いっぺん縫ったら今度そのまま真ん中からこっちの真ん中に待ち針を打って、ここからここまでを縫います。始まりと終わりのところで返し縫いを1回しておいてください。で5ミリ内側のところで1回返し縫いをして次に移ります。だから待ち針は 1本でいいわけですよね。でこの目元灯でいいです。そんなに厳しくシワが寄るわっていうふうなことも思わないでやってくださって結構です。でこの5ミリの縫い代のところに高温待ち針を打とうとすると、とっても布が歪んじゃったりしてイラつくので、こうして手前の方に自分の向きの方に渡しておくといいと思います。こういう時の私はあんまり長くまっすぐな針目で細かく縫わなきゃいけないっていう時じゃない時には、この針は実は、ま、祭りをする時、祭りっていうかアプリケをする時にニードルターンっていう針を使いますが、その針を使って縫ってあります。こっちは動かさないで、だから運針のできる人だったらもってのほかみたいな縫い方してますけども、このくらいの長さだったらちょっと長めのニードルターンですると、何にもここは持ったまま動かさないで、これがズグッと全部一気に縫えちゃうので、こういう時には便利です。でだからこう縫って、こう縫って、こう縫っていう、こういうものを2つ作って縫っていくと、くるくるっとこう万字が表と裏につなぎが入って、三角の形の布を使ったようにも見えます。中身はペレットって呼んでいる、昔は小豆を入れたもんですけども、それに足袋の小ハゼを
入れておくと本当にいい音がして楽しかったリズムも取れますが、そんなもったいないことはできないので、今は手芸屋さんなんかで売っているこういうものをだいたい一つに 40g 入れるとちょうどいい具合です。ぜひ遊んでみてください。こういった切れも本当に懐かしい切れになってしまいました。今これは金舎っていう切れですね。でこっちはねちりめんです。でこれも金舎ですね。子供切って金舎が割に多いですけども、でも艶やかなこう紫の字なんだけども、ボタンも菊もそして藤の花もあって、こうやっぱり子供には似合うんですよね。私の晴れ着の色は、これよりももっともう本当に青い空っていうのと黄色と使って、主に使ってあるような切れでしたけども、その晴れ着を着せてもらうのがとっても楽しみでした。ところがその青っていう色が肩のところでちょっと早くに日光に弱くって色が薄くなってくるんですね。だからとってもちょっとの間しか着せてもらえなかったですね。お日様に当たるようなところに出るときには、はよ入ってこいって言っておばあちゃんに叱られて、でなんでって言ったら、ちゃんともう家の中でしか着るなみたいに言われたことを、心に未だに思い出します。こういったものの中でこんなこう万葉集歌っていうような彩りもありますし、でこれはちょっとお姉さんたちの着物だなって思いながら触っていて、でこのはんなりした感じっていうのはやっぱり小さな小さな小物入れとか作るのが一番好きですね。だからついついこの四角だけとか長方形だけで、ね、いろんなものをちょこちょことしたものを作るのに、捨てる には惜しいと言って置いときます。でこれが古文柄です。でこの古文柄もこれは水がくぐってないんですよね。断ち切っただけであとしなかったっていうもので、これ八百屋お七のようなこの麻の柄とこう渦巻きですけども、からこれが鹿の子絞りをしなかった形で見た。でよく伸びるので、これはちりめんですけども、こういった柄っていうのは表に着せるっていうよりも襦袢で着せたりもしたもんですね。でも多分表には着せてたと思います。ものすごくこれを着せたお母さんなりおばあちゃんのセンスっていうのは江戸前の粋なものが好きな人たちだったんだろうなと思います。でちりめんで子どもの着物にこういった、上等なものでこんな粋な柄っていうのは、着物は表にも着るけどもそのうちおはしょりが足りなくなるぐらいになってくると、子どもの着物っていうのは長襦袢になったんですね。だから長襦袢に滅相もないっていうぐらいの柄を着てる人は多かったです。私の着物も四つ身は長襦袢になって、でお袖だけ足りないからお袖分が本身のところでこの辺でつながれていて、それで袖の部分だけ真っ赤な袖が長襦袢にはついていました。そういった衣の習慣みたいなものを思い出すのもやっぱりこういったお雛様の時期には思い出します。